ちゃんとグッズ待メグちゃんです。こんにちは。もちろんエキスパートやな。はい、エキスパートの性能あり安定しない。安定しない。あなた地元やから なんか安定しない。えどうなの。さっきなんかバン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 やってたけど、なんか1個目のバンが書かれてるんで、だいぶ角度つけたらめっちゃ奥にしないといけないから、車から避けたらなと思って安定しないわけです。酒ですかやっぱり。いやまだ未成年で。ああそうなんですね。何歳。19歳なんですけど、まあ、これはちょっとノリでと言いますので、はいはいはい、ノリで飲んではないな。はい、緑茶でが出てくる。あ緑茶です。緑茶エブリでいたの。アルコールが足らんから安定しないとかではなく、そうかもしれへんね。そうですね。そうですね。そらそうですね。今年はあれは着ぐるみは？着ぐるみ今日ないんですよ。ないねや。はい。これで、あと乗り込む前にツインクラスの方と一緒に作った野村美樹さん。おお、あ、来ない。はいはい。T シャツもある。あんねや。おお、それは見たい。破天荒ギャル。おお、へえ、そうか。あれはないの。え、この人お母さんは？あ、もう来ました。あ、お母さんも出てんねん。出てます。ああ、そっか。お母さんも話聞かんと。はい。お母さんまだ喋ったことないのか。まあ、喋ったことあるけど、こういう出てもてないから。はいはいはい。そう、あれどうでもいい。扱いどうでもいい。もうよし、20年前から知ってるから。そうです。うん、だって俺が走ってる時に走ってたから一緒に。俺走ってるのは知らん。知らん。嘘。なんで？え、いや、よく聞きますよ。俺走ってる時はだって、まあ、生まれてない。セントさんも走ったんだって聞いてるってある。セントさんってなんて呼べばいいか分かんない。セント君でいいから。セント君で、うん、また来た機会絶対走って貼ってくれる。はい、お願いします。頑張ります。はい、頑張ります。ありがとうございます。お名前を。川瀬のママさん。ひだまりママ。今年はあれ、お手持ってないんですね。あ、今年は持ってない。でも仕事はあれですか。ブラブラ信号を教える。どうでした今あのドリコンは。ドリコンですか。2本目回っちゃったんですけど、1本目はまあいけたかな。はい、うまく自分なりにできたから。上がれそうですか。表彰台。上がれたらいいな。じゃあずっとあのメグちゃんとかその弟とか、はい、あのこう話聞かせてもらったりはしとったんやけど、はいはい、ママ初めてなの喋るの。緊張してさ、シャイやから。え？え？綺麗な人と喋るのは緊張するわけ。いや嘘。ここ
たいたいたいた、遅い時間遅いじゃあなんか痛いって言うとこうかなでこれはもう初めからもうママの車ですか。えこれはメグのでした。今崩壊しちゃったですよ。崩壊、はい、あっちのパワーあるんで私踏めないんでなかなか、はい、こっち宝の持ち込みされてメグの崩壊して、はい、向こうの方がパワーあるんですか。あれの方が若干パワーあるんで、はいはい、はいはい、へ、まあでも言うてもめぐちゃんの1号機2号機みたいなもんでしょ。そうもうすぐレッタ ー, ター引退させたいのにレッタ ー, ー、目半怖いですけどレッターさせてください。ハミよありがとうございます。今の発見をもちましてエキスパート500そんなんなんで知らん最速やったよこれ。いや目がちゃうけどやっぱここいやどこですって言ったんだろう。曲がれば高速的やけど俺は鼻つるみなんで曲がれなかったらやっぱうわーってなっちゃう。それ曲がったまた周りかけて耐えたんですけど耐えた耐えて走りきったんですけどぶつかるもんですね。あかんの今日は何クラス？お前これバハマ行くかな俺。いよいよエキスパス行った。いや緑で走ってたら怒られそうやし。せやで。なんで緑行ったんか分かる。ここはね、ここはね、ここで横見しながら全然聞こえ。待て。ここでの緑は怒られそうなんで。せやで。何回出んねんって話。やっぱエキスパートは強いからねみんな。なるほど。車も。やる気ねえがここに来たから。だいぶ無理でした。パチンがないって終わりました。あ、そうなの。動画撮ってもらったらしいけど。自分で見てもらえなかった。来てもない、来てもない薬草ね、はい、今さちょっといろんな危険な匂いが。1本目これでは走ったことあんの。1本目1個2回と水泳去年2回目ミドルミドルだから車両なりから始めなあかんかったな。そやな練習もまたこれなくて忙しいのも人間あだけ忙しいもん。俺ら忙しくてあちこち行くやんか。4年もってことは一緒ぐらい動いてるってことやん。来月毎週逆回りクラス出てきたよ。来週毎週先に受験40番はメンバーになる受験41番山川全然聞こえへん全然聞こえへん受験40番は逆回りしてる。大事な放送はあんまり聞こえてないっていう。今めちゃくちゃ聞こえるんですけど。なんで？恵比寿、恵比寿？恵比寿、恵比寿、美北、名阪、大通りです。美北で何？え、JDC です。この前、第1位だった。さっき、一人号もちょっとそこ。恵比寿って美北じゃん。軽く入っとったけど、そうなんや。え、ほんで美北なんや。恵比寿、恵比寿、美北？恵比寿、恵比寿、美北、名阪、大阪。さっきはなんか、名阪じゃない。オートポリス行くの？めっちゃ当たってたけどね。確かめっちゃ当たってた。その次の週は先輩の結婚式で福岡行ったの。福岡？あ、一回だからオートポリスが帰ってきて福岡が儲けるの。もう福岡おったよ。愚かな。ほんまに。6分の3で。すごい。まあまあいけるね。逆にプレッシャーだよね。そんなんで行ってても儲かってないよ。メッパ1本目すごい踏んでるよ公式の人が来てきました公式の人が来てきました。可愛くない？お名前は本部の涼香と言います。何クラスですか？フレッシュ。これ、すごい大会やけど。42番と43番やね。はいはいはい。今42歳と43歳かと。その練習の一環でドリフトもしてみる。なるほど。なるほど。これすごいホイールやけど、これは。これはガートラで使ってるタイヤのホイールで。ツインドリも。それがちょうどフロントになって。初めて見た。うん。ラリーとかでも使ってるタイヤ。あ、そうなんやね。はい。初めてのタイヤパターンですね。いや、ほんまにほんまに。AD36？ そう、A36 は横浜の。ああ、D じゃないや。A03 の。知らんからもう。そうなんや。
あ、なるほど。ほんでこれもついてるのね。あ、そう、マットもついてる。あ、そうか。いつもほんならどこ走ってるんですか、この。いつもは京都コスモスパークっていう。京都。はい。京都の上の方にあるんですか。そうです。へえー、すげえ。亀岡、はい。そうなんや。そんなも初めて聞いた。だってもうすっごいドロドロや。切ったね。いや、勲章や。これ。実際にもガードちゃんとついてて。おお、そうなんや。え、実際どうですか。そのダートとそのドリフトっちゅうのクーラーコントロールするっていうところがすごく面白くて、うん、両方とも同じようにするんですけど、はいはいはい、やっぱ目指すところがタイムを競うか、こう、激しさっていうか、かっこよさを競うかっていうのがまた違うので、そやね、そこが難しい。あ、だからほんまもうあえてこう見せる走りすんのと、タイムとでね、やっぱり、いやもうあの WRC 見ててもえぐいもん、えぐいスピードで見えへんところをさもう手前から横向いてますもんね。そう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 、やっぱりそこはもうドリフトとはもう全然違うから、全然違うもんね、あれ。おおって思いますもんね。うん、いやだから もう練習しようと思ったらドリフトでできたら、かっこよさも兼ね揃えて早く走れるんじゃないかな。これ車は何ですか。これは普通の86です。普通の86。普通の86。JAF の競技に出ようと思ったら、はいはいはい、その改造範囲が絞られて、やね、うん、別にエンジンとかもいじれないし、はいはいはい、普通だよね。あ、俺もノーマル。ノーマル。運転ノーマル。この中車高も。そうです、車高調がダート用の車高調なんで。この車高もやね、だから。そうですね。だから落としたりはしなかったよね。落とせないですね。ガンガンガンってなるんで。ああ、足が伸びるような車高調になってるんですね。ああ。いやでもこの今日の今日用にはしなかったよね。走れないですね。どうでしたか。失敗しました。まあ、今心優しいダーターが、ね、何やってんねんみたいな本来ないはずの緊張にやられ緊張感。でもそう、普段もそっちの大会には出てんねん。これ決まっちゃったらどこでも緊張し練習できる。まあまあ、それはまあ、練習番長が絶対出てくるよね、これね。それでもみんな来るからね。なかなかないよ、このステージのツイートリステージのツイートリとかなかなかないよ、二度と見れるかもしれないよ。それはね、そんなぐらいのレベル初めて。初めてドリフトメーハンシ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 ーこのツインドリには1本ずつのウォームアップが入っております。まだそうなんね。さあ続いていきますのはゼッケン3番、これは誰かの影響で3歳のオカンペア、内藤敦子、中島京子の2人、前を行くのが内藤敦子ですね。あ、働いてるんですか。あらおかんまいな。こっちの方が俺ら全然知らんから。おかんのおかんやけど、おかんのカレーなるかわしていたな。だもちろんだから、うちの俺のチャンネルなんて知らんでしょ。俺初めて見るでしょ。でしょ。さあ、続きまして、ね、4番、アテンコギャルズ。もちろんですから。野村美月、かわせがいいのに、アテンコやな。僕、奈良県で。アテンコっぽいね。どこに後ろがないか。アテンコっぽいね。よこれもなんかつけて走ってんの。色は合わせ気ままないけど、前がちょっと気になりますね。なんかその、まあ、なんや仕様が違うのは何なんやろね。結構いい距離感、ね、いいと思う。結構さ、続いてネズハムズ。気を呼ばれへんね。こんなにいじれないね。ネズハムズ。ネズミ色とラブとハム色。バンバーの直し方がもうグリサっぽいんだよね。旦那旦那さ
さあ、ホームランとは、ゆい、あとは頼んだっていうチームに、まあ、まあ、ベタメーション、ぶっ飛び次第。ああ、そう。どっちがいいどっちがいいもうこれは誰が直すの前の方だ。前の方だ。前の方だ。わかるね。どっちでしょ、タイラップだよ。そうなんですよね。基本使ってもらえないね。なるほど。あとネジの緩みがもっと。さあ、ここから本番ですね。ツイントリスクラスの2本本番。はい、2本目。なるほど。この貴重なステージは2台。日本人3台中の2台がここにおります。松田綾と松田君との話ペア。でも水濡れるやん。大丈夫大丈夫、ここからここから。フュージョンとか見てみたいね。じゃあね。似合いますね。カードついてるのあれジャックアップしたもんね。自己一致してどこでもジャックアップした。さあ、どういうこと？次は、どこでもどこでも小田エリコ、佐藤一のペア。前を。戻る戻る。マジで適当に上げてる。え、そんなすごいんや。うわ、ほんまや。もうほぼ前年に。そうだよ。全部が大概ほら、エンジンルームの下とか、オイルパンガードとかあるけど、全部、これそんな上げ方してええのこれ。どこで上げてもいい。私走ってる時に今当たっていけるんですよ。あ、そっか。ジャッキで上げたぐらい。あ、離れてみようか。そらせや。え？なるほど。うわ、すごいな。ほら、内藤がさ、前でちょっと倒れたから。そうですね。まあ、練習があれば、ちょっと難しい感じはね、わからんでもないけど。頭入るぐらい。さあ、破天荒逆。村美月、川瀬めぐみペア。さあ、これ結構、ほんまに入るし。ほんまに入るし。もう、いよいよ。もう、いよいよ。いよいよ。うわー、すげー。これはこういうカバーが売ってんの？これは。これな、カインズで300円で売ってる。カインズ？あの、農薬巻きのやつ。あ、はいはいはい。他の？あ、そうそう、腕のやつ。手袋？これね、ドリシャにもおすすめ。あの、タイヤカスあれ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 。ちゃんと。はいはい。これ7分。なるほどね。慣れへんし、ボックシート緩めてるけど、石かまへんから、めっちゃ慣れた。回らんもんね。ほんまやね、これは。皆さん、カインズの300円です。面白い。すげえ。小技がすごいな。この、ダートの車検の。あ、そうですね。こんなんないや。カラフル。あとはもう、いけるな。あちらは超えられてるっていうのパンパに振ったらめちゃめちゃやるぞ。結構距離感ファールでダートラで食い組みで来てダートラでファールってなってくるとなんかもうものすごい優等生みたいに見えるわ。見えるけどなんかクイグ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 ねなかなか前フランテラね。さあメープルハムズダートで13とかそんな感じ中根のどかエマカトーコペア一人だけ S1 号がいる。1号知らないところおもろいですね。話がおもろいわ。なんか今度一回行ってみよう。見たいし。え？鍋で時代なのか。鍋で時代なのか。ああ、どっちかな。ああ、まずまずいいよ。いいよいいよ。まだ信用されてないのか、なんとか。結構来たね。うん。まずまず、シャトコある。そうそうそう。いや、面白い。ちょっとそんなん、ほんまに見たいわ。さあ、ここから2本目に突入。ステージ屋の。2本目。興味湧いたらこれや。大体そうやね。さあ、ちょっと離れてけど、そういう人は、2台とも、なんとか。ありがとうございます。なんとかね、そうそう、なんとかいった。すげえな。面白いわ。はい。2本目の村見つけと変わらないよ。まではめっちゃ良かった。結構頑張ってなったよね。
あ、でももうすぐ1000人じゃないですか。もうすぐね。もっと手続きだよ。あと一歩がね、なかなか。そうやね。すごくわかる。すごくわかる。すごくわかる。最近言ってたとこやもんね。ほんまにそれを、ほんまにわかる。1000人行こうか、わかるな。うるさいな。チャンネル登録お願いします。ところの距離感が。2人とも。全く、ペイペイ、あざーす、今日は好きな色が露呈してますね。まだ見といてください。俺も見とくんときます。あんまり中野さん通り見えない。